朝刊チェック7月18日木曜日配信分です5秒前43おはようございます時刻は7時58分から59分になろうとしています7月18日の木曜日朝刊チェックを今日も天禄天子こもりスタジオから始めてまいります こちら、ワインではございません。はい。贅沢ブルーベリースの笠間の提供で今日もお送りをしてまいります。えー、食品でございますんでね、お薬でも何でもございません。お好きなようにとっていただければいいんですが、昨日も無料の試飲会を開きまして、大勢の方に来ていただきました。暑かったんで、アイスクリームにかけたりもしてたんですが、今,今日は、はい。いつもいただいております。 えー、今月のキャンペーンのキーワードは「コモさん天神」でございます「コモさん天神」と言っていただきましたらステッカーとかそれからイオンウォーターの素などを一緒にプレゼントさせていただきますでは今日は炭酸割りにいたしました今日もぐぐぐっといきます はい。朝一番に飲んでいただくのも結構ですし、そして夜お風呂上がりに飲んでいただくのも結構ですね。血液のこと気になるなぁとか、血圧気になるなぁとか、うん、体調管理ながら目がしょぼしょぼするなぁ。そんな方にご好評をいただいております。贅沢ブルーベリースのかさまの提供でお送りしてまいります。長官チェック今日は、長官全部買ってきたをやってみましょう。 えー、まず、うん、朝日新聞は強制不妊、昨日総理大臣謝罪しました。毎日新聞も頭を下げている写真、こちらをトップに持ってきております。えー、被害者と面会をいたしまして、予定をだいぶオーバーしたそうであります。えー、先日水俣病の え、患者団体の方とですね、環境大臣があった時に、時間の関係でっていうので、マイクを切ってしまうというような集体がありました。まあ、それをそのままにしていた全国紙の記者たちが行さんいたわけであります。一体、権力の関心なんだ、なんだと思ってるんでしょうかね。 えー、地元の新聞がいくつかそれを取り上げました声が上がったことによっておそらく40分ほどですかね時間をオーバーしてやったそうでありますただまあ惜しむ楽はといいますか裁判の結果が出る前におそらく裁判も国が負けるんだろうということが分かっているわけなのでその前に 最高裁が結論を出す前に頭下げてたらいいのになぁとなぜなぜ人は謝れないのか過ちを認められないのかそれは個人のパーソナリティの問題なのかあるいは警察検察、えー、国、うん、県庁そういう組織という魔物が人をしてそうさせるんでありましょうか。 ここで岸田さんが先に謝ってたら僕の見方はちょっと変わるんですがまあ結果出てからまあ結果出てても金払わへんひろゆきとかまだブーブー言ってる石丸とかそんな人間もいるわけでありますが読売新聞は一面台湾上陸1ヶ月ではなく1週間以内というそういう能力を中国軍が持ってますよと煽ってますね煽ってますね すべ、えー、ての戦争はあいつら悪い、いや自分の自国民を守るためにって言って始まりますからね、こうやって恐怖を煽るっていうのは、後ろに何がついてるんでしょうか、三菱重工がついてるんでしょうか、なんなんでしょうか、国策企業たちの思惑、うーん、やったやった、どんどんど、いけいけ、どんどんこんな記事出せと喜んでいる人もいるでしょうね、旧優生保護法総理が謝罪は2番目の扱いであります。 そして、産経新聞は、京都アニメーションのじ事件からもう5年になります。なかなかガソリンを巻いて放火する、ガソリン自体はね、えー、もう今、セルフで入れられるわけでありまして、もちろんセルフやからって言うと、あれ、無人じゃなくって、ちゃんと奥に店員さんはいてはるんですけど、さまざまな対策を取られていますが、なかなか根本的なところは難しいですよね。 この他、産経新聞では、一面に、堀学議員の秘書任意聴取と、香典を配る、これは政治家としてやったあかんことのいろはの命でありますけれども、その問題について産経新聞は書いているというのが、長官全部買ってきた一面トップでございます。で、昨夜でありますが、 週刊文春の電子版も出たのと、それからまあ、私が気がついた斎藤知事の大嘘ですね。片山副知事が、あ自分の意思で、あの、百条委員会に先といてくれというふうに突撃をしていったのは、実は、 片山副知事自身があれは知事に言われて行ったんですと県職員の OB 会で食事会でみんなに言うて回ってたっていうそういうお話を絡めまして1時間余りお話をいたしました夜8時9時という時間帯だったんですがあー深夜未明にもかかわらず結構ご覧いただいておりまして当チャンネルの6万人ぐらいのチャンネル登録者の中から言うと、まあ、夜に配信して それだけ再生されるっていうのは関心が高いんだろうなというふうに思いました同時接続者数も2800人ぐらいになってましたからねでまあ今日も、えー、そのお話は関心高くてまあ今日産経新聞が えーと社会面に書いているようなところなんですけれどまあまあ、そこそこのスペースを取っているといや、取っているんですが、あこちら、後ほどご紹介をしてまいります、2つに分かれた記事がございます。で まあこれはもう毎回の話でありまして、失敬のやつがいたりとかするのは、先ほども生配信の途中でですね、お話をしましたけど、まあ、過去の見る影もない私でございますけれども、あの、僕が昨日お話ししたのは、その、おねだりをする子供じみた反応であるとか、 えー、あれももらってた、これももらってた、うん、そのことを隠してた、忘れてたっていう問題、そして、まあ、パワハラの問題ですね、これは本人はあの厳しく指導をしただけであって、パワハラではないというふうに言ってるんですが、まあ、それで社長のパワハラがパワハラでないって言えるんやったら、この世のパワハラ社長はみんな大喜びですよね。えー、今民間,民間では 社長がそんなつもりなくても、社員がそれはパワハラだって言ったら、ね、えもう、あの今日いっぱい飲みに行こうかっていうこともパワハラやと思われるから、僕らもう、よう誘わんようになっているのにね、え <laughs> それはパワハラだと思ってませんって知事が言えばパワハラにならないっていうのは、もう、ようわからんのですけども、まあ、そのパワハラ、もちろんダメですし、おねだり、決していい品のいい話ではないんですが、 そ,うではないそこではないポイント、7つ、渡瀬さん亡くなった渡瀬さんが言ったことの別の部分、あるいはその根本のところにある権力の乱用、それはもう斎藤知事だけじゃなくって、片山副知事だけじゃなくって、まあ、4人組やあ、ねえー、7人の脅迫者やってい、まあいろいろ昨日もキーワードは出しましたけど。 権力を持っている側がその権力を欲しいままに好き勝手やっているっていうところの問題を私はお話をしております。まあ、あの、多くの方に、うん、長時間の配信で毎日恐縮ではありますが、理解していただいてるんだと思うんですが、結局、チャットとか、 コメント欄を見ますと分かってない人が多くてやめるべきとかまあまあそん,そんなんばっかりで維新はあかんとかいやだから今維新の問題もちろん言ってるんですがそれは別にその維新を、えー、の悪口を言う話をしてるわけじゃないんですけどもう脊髄反射でそういうことを書いてくる 100人に1人の馬鹿1000人に1人の気違いと私は言っておりますがそういう人のものがやっぱりまあ目立つんですね。まあ,あのほとんどの方には分かっていただいていると思うんですけど、えー、僕がお話ししているのはわ私の動画なんで人の動画じゃないんで私が私の動画でお話ししているのはこの兵庫県の斎藤知事の問題というのはおねだりでもパワハラでもなく彼らが勘違いをして 負託を受けている権力を好き勝手に使っている、でまだ明るみに出ていない大きな問題がきっとあるだろうというそこのところなんで、まあ、できればチャット欄やあコメント欄をそのやめてまえ、青ぽケ、カすって、死まえみたいな、そんな反応でけが、汚してほしくはないんですけど、まあまあ、しゃあないんでしょうね。もう本当に へキへキしておりますがため息ついておりますけれどもまあまあ、あ,あそれもしゃあないんだろうなと思ってでなんでまあ前段でこんな話をするかと言いますとそれがまあちょっとお言ってることとや喋ってること,と違う言ってることと喋ってること,と違うとおかしいか <laughs> 言ってることと喋ってることは一緒ですねええ <laughs> あのー なんでこんなタイトルやねんちゅう話なんですが、まあ、こ,のこの件についての話の流れの中で産経新聞がちゃんと書いてくれたんでご紹介するのがこちらなんですね時刻は8時9分上郡町の特産品のワインについてでございますはいえー、これ 詳細を承知してへんと、まあ、繰り返し言ってたわけですね。渡瀬さんの告発文にはこれなかったんですけど、録音データがあるというので、陳述書とともに提出されております。上郡町へ行って、町長とかの話の中に、あ飲んでみないとわからないですからね。折り絵を見てよろしくお願いしますって言っていたと。で、それについて先日の記者会見で、いや、もらったんですかと。その発言したんですか覚えてますかって言うと、 詳細を承知していないとで。もらったかどうかについても、まだ確認できてないので、確認してから言うっていう、あのー、どう考えてもおかしいですよね。お,お,おじいちゃん、おばあちゃん、ちょっとボケできたんっていう話ですよね。あの さっき、さっき,さっきまだ、まだご飯食べてへんっていう <laughs>、いやいや、さっきご飯食べたよっていう、もう、もうそういう話じゃないですか、まあもちろんちょっと前の話なんですが、彼の記憶の中で、まだ彼の年齢と彼の職責を考えた上で、上氷町へ行って、1軒しかないんですよ、上氷町でワイン作ってある人ね、これかわいそう、まあある意味かわいそうだし、ある意味すっごい宣伝になってるとも思うんですけど、あの、行ったら、特産品がなくて、 まあ、ワイン作ってる人50歳で脱サラしてって書いてたかなあの人がぶどう園やってワイナリーをやってはるとでいや飲んでみないとわからない折を見てお願いしますって言って、まあ、そのちょっとした言葉の言葉尻はともかくとしてそういう趣旨のことを言ってで産経新聞によりますと持っていったみたいですはいえー 町の職員さんだったかなが町の税金で、まあ、何千円かのもんなんでしょうけど買ってほんで堅調に仕事のある時に持って行ったんですってへ <laughs> ええー、上郡町の関係者が産経新聞の取材に明らかにしましたワインについて斉藤知事は飲んだことがありません折を見てお願いします と話ししたた様子が録録音データに記録されておりましたで、渡瀬さんは告発文書で知事のおねだり体質を指摘しておりました。16日の記者会見で斉藤知事は詳細を承知しておりません。分かり次第回答させていただきたいと述べるにとどまりました。2年前に上郡町で開かれた会合に出た際、ワインの説明を受け、 飲んだことがないといった趣旨の発言をしました上郡町は PR のため後日県庁に出張する職員に持って行かせたそうです省関係者今回に限らず発信力のある方には提供していると数千円程度で町の経費から支出したということでありますで まあ、おねだりということではないだろうというふうに言ってはるんで、まあ、これをおねだりと認定するのかどうなのかは、まあ、それは考え方次第ですし、えー、ちなみに昨日の朝配信されておりました NBS ニュースによりますと、町長、上護町の町長さんも取材に応じております、要、ま、請、あ、があれば百条委員会に出頭しますよということなんですが、えー、 とまあまあそこで言い,言い張るんでしょうねそんなことがありましたっていうことはね町、まあ、長にしてももらい事故みたいなもんですわな <laughs> だからいや僕は今何が言いたいかというとそのワインをもらったことのおねだり体質っていう話じゃなくておねだり体質っていうことが問題になってる中でおねだりしたことを 詳細を承知していないと言い逃れをするということです。知ってるでしょと。いや、本当に記憶がないんだったら、ちょっと MRI なり、A 何な,なり受けていただいた方がいいんじゃないですかという話ですので、あるいはストレス性の健忘症みたいなことがあるのかもしれませんすらストレスかかってると思いますけどね。ええ。んで、 県の職員が持っていったって言うんですから、2年前のその会合の後にね、そんなん言われたから。で、まあ、そらす、一円でも税金は税金ですし、でもまあ、そんな、ね、えー、川島直美さんが飲んではったような高いワインじゃないわけですから、屋敷高治さんが大好きだったオーパスワンじゃないわけなんで、新地で一本開けたら何万とかっていう話でもないでしょね。<laughs> あの、 飲んだんだでしょ <laughs> あの倉庫に入れたままになってるんですかね倉庫に入れたままになってたらワインの保管場はあまりよろしくないと思いますんでワインセラーに入れていただくかしといた方がいいと思いますし縦にしないで横にしといた方がええやろなというようなことは思いますけどもねあの飲んだんでしょうーんどう言ったんですかねいまいちだねって言い張ったんですかねいやいや まあまあこんなもんかって言い張ったんですかいやいや、美味しいでしょ、一生懸命作ってはるんですから。別にその、それをソムリエみたいに、ね、うん、上郡町の高原の朝露が溶けていくような、みたいな、別にそんな表現はいらんのですけど、あの、それをこう、詳細を承知していないと逃げるところがどうなのかと、私は思うわけですね。で、 まああの嘘をつき続けてたらこれはまあ他今から名前の出る吉村さんなんかもそうですけど嘘をつき続けてたら苦しいでしょってまあ思いますやんかね嘘をずっとついてたらしんどいでしょもう本当はほんまなことを言うのはどうですかとまあ、警視庁の佐藤誠さんも仏の佐藤としてそんな風に言うこともあるんですかねそれともいかに 入ったらどうだって言いるんで分か,、ね、かりませんけどもまあそれ両面使ってやるんでしょうただ嘘つき続けてたらしんどいでしょって言われてもこの世の中には嘘つき続けてることがしんどくない人がいるんですよねこれがこれがしゃあないですわあの諦めるというよりも うん、で、そういう人に対してどうしたらいいのかっていうと、嘘つき続けててもその人たちは苦しくないのでね、そしたら一個ずつその嘘を、もう本当にもぐらたたきみたいなもんなんですけど、一個ずつ潰していかなしゃあないんですよね。まあ、一個ずつ嘘が潰されても、そのことを苦にしないっていう人もいるんで、 まあ、もうどうしようもないんですけど、うん、で、吉村知事が昨日の記者会見で、n、まあ、b s の清水君が頑張って聞こうとしたんですが、まあ、話噛み合わず、えー、結局、ひと一言で言うとそのいろんなやり取りやって、神戸新聞の人も話聞いてたんですが、えー 吉村知事が言っていることのを一言でまとめると斎藤知事はパワハラしたとは思ってないという本人が言っているというあのそれだけのことなんですよ。えー、その事実の究明が先なのかこの懲戒処分がどうなのかとい,うままいろんなことを聞いていて,知事の言ってる吉村知事の言っていることも分かるし理屈としてはわかるし。 清水記者の言ってることもわかるし僕はまあ清水君の方に立つんですけれどずっと言ってること矛盾してますよっていうことなんですけれども、まあ、そこは噛み合わないままで一言で何,何かって言ったらだって斉藤君に電話したけど斉藤君はパワハラしてへんって言うてましただから僕はパワハラはないと思ってますだからちゃんとちゃんと調べてもらいたいです っていう <laughs> えそういうことです。吉村君が言ってました。吉村君は、斎藤君に電話したけど、斎藤君はパワハラはしてないって言ってました。はいそそそ、それだけのことでしたわあ。なんかもう聞いてて、本当に不毛なやり取りでしたけどもね。うん 一方で、えっと、片山さんあ、元鳥取県知事であります、すぐに辞職すべきだと、朝日新聞、インタビュー記事を載せております。多くの県民からの負託を受けていると、続投する理由を挙げていますけれど、もうその負託というものは空洞化しているのではないでしょうかと、まあ、そはそうですわね。えーで まあ3月にそってね指摘された告発文が出された時点で改めるところは改める思い当たることがあったら誤った上ででということなんですがそこでまあ嘘800と言ってしまった事実5人だと言ってしまったでもう,う、もう今さら今さらこの,この斉藤知事の下で県政を立て直すのは事実上無理だと思いますと。県政を停滞させないためには もう百条委員会の結果を待たずに辞職すべきだと、まあ言ってはるんですけどね、うん。まあまあわかるんですけど。で、まあもう一つ、もう一つ今日の記事はですね、えー、ワインのことではなくてコーヒーメーカーの話でして、 えー、兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑や県幹部らによる違法行為を告発した文書をめぐり原田産業労働部長が県議会の産業労働常任委員会で答弁をしました兵庫県警の任意の事情聴取を受けていたことを認めましたただ知事には報告をしていませんでした 総務部長、井本総務部長、これ、一派です。この辺、仲間です。はい。あの、 牛タンやろうみたいなことを言われると、あの東北の方からそんな言われると嫌やなっていうもうそれよく分かります、牛タンは美味しいですからね、もう本当に、うん、私も A5 ランクの、えー、やりましたけども、売りましたが、実は、えー、タンは食べてないんですよね、自分の買った何百万もした牛のタンは食べてないんです、実はハラミとかタンとかはホルモン扱いなんで。 えー、私の買ったののキロ数、には入ってるんですが、私の手元には来ないっていう、ですねこれはまた不思議なお肉の世界なんですけどね、えーえー、食べたらおいしかったやろなとは思うんですが、うん。で、人事部長、人事を担当する総務部長、猪本にだけ報告をしております、知事には言っておりません。これは何かとと言いますと えー、家具調理器具メーカーを訪問した際、えー、原田、あ、この人は、うん、今の産業労働部長ですね、えー、差し上げますと、贈与を申し出ました、コーヒーメーカー。秘書家に送るよう指示しました。で、商品を自分宛に送るよう会社に依頼したのを、この4月の委員会で認める一方、 斉藤知事からそうしろと言われたということは否定をしておりますただまあ片山副知事の突撃が初めて今聞きましたって言っていながら実は知事が指示していたということなんでこの一派のやつらの言うことは何一つ私は信じてないんですけどねはい平気で嘘をつく人息を吐くように嘘をつく人息を吸いながらも嘘をつく人たちなので えー、全然私は信じておりませんがで、えー、商品は告発文書が出回った後原田部長が会社側に返却をいたしましたでそこに兵庫県警が出てきているということなんです県警は6月下旬任意の聴取で当時の経緯などを確認したということでありますでこれについて原田は何て言ってるかというといや事件 にはなってませんよとただ、任意でいかがですかと、ね、木原誠二さんの奥さん、X 子さん、X 子さんでよかったでしょうけど、英子さんじゃないですね、X 子さん。はい、名前つい,つい言ってしまいそうになりますけど、よろしければ任意でお話を伺えますかっていうそういう話ですからね、断りますって言ったら断れる。うん、でも原田さんは 任意で事情を聞かれれたんだそうですですもこれは別に事件ではない事件ではないし、別に、えー、捜査を受けたわけでもないし、逮捕されたわけでもないし、起訴なんかもちろんされていないし、何も問題ないと。で、知事には言う必要のない話なんで、仲間内の井本部長には、こんなんありましてね。<laughs> もう えことでしたもうほんまにあ,のあれやこれは聞か,聞かれましたでも私は絶対,絶対口は割ってませんからねって言ったのかどうかは知らんけど、知らんけど、はい、仲間内には言ったけど、知事には報告をしていない。それがほんまかどうか知りません。それがほんまかどうかは知りません。もうどこに嘘がまみれてるか分かりませんのでね。なんですけど。 ということは、これまた、すみません。私、その取材もしていないので、全体像がはっきりしておりませんが、県警が乗り出すっていうことは、たとえ任意の事情聴取であったとしても、これは、増収賄なり何な,なりっていうですね、えー、これは何課になるんですが、一課ではないですよね。二 <laughs> 下でも、二下ですか。四課ではないですよね。えー、あの、 何らかの事件性ありと踏んだからこその任意の事情聴取ですよね、えー。ここに警察が絡んでまいりますとまたちょっと違う話になりまして、じゃあ警察が独立してちゃんと警察権力を使っているかというと、そこには政治家の思惑なりんなり、そこに横やりが入ったりっていうのがいっぱい出てまいりますので。でこれが 本当にコーヒーメーカーのことを言っているのか、昨日私が週刊文春電子版の記事をもとに話しました、去年の優勝パレード、阪神オリックス優勝パレードの寄付金集めにおける某信用金庫への補助金水増し、 一億円だった補助金が一晩で三億増えて、願いましては一億円足す三億円では、四億円、ごめんさんはい、もう、ともえ円のソロバーンを使わなくてもわかりますよね。うん。すぐできますね。暗算できますね。これ、こんなことにひょっとして兵庫県警が動いているとしたら、 やっぱり、やっぱりもう一回も話戻りますが、こんな見出しをつけてる場合では、コモさんなくてですね、数千円のワインは、それはまあ、もう本当いいんですけど、あの、もっと大きなことにちゃんと目を向けておかないといかんのではないですかという、そのお話でございます。なので、NBS さんも、神戸新聞さんも、もうちょっと、 ま細かいことも人の,その嫉妬心に火をつけるようなずるいわ3000円のワインただでもらって飲んでおいしいとか言うてそんなん私ら3000円出せへんかった買われへんのにずるいわっていうまあそ,んそんな話でいくんじゃなくってもっと巨悪に向けて取材を進めていただければと思うのですがいずれにしましても 結果論ですよ紙氷の土産物としてワインがあるっていうことがこれほど全世界に伝わったっていうのはまあまあ売り上げにつながっているかどうかちょっとわからないですし、えー、ワイナリーの方あるいは、うん、町の関係者の皆さんが怪我の巧妙だと言えるのかどうかちょっとわからないですけれども。 少なくとも私のスロバキアワインのマイティーワインさんにお世話になっておりましてあ今度また飲み放題3300円で飲み放題っていう、えー、イベントがあるそうなんでこれまたご紹介いたしますが、えー、そ,のそ,その程度のワインの,そのワインの知識のそんなにない私がですねか氷でワインを作ってるんだということを知ったというのは今回の事件のある意味 おかげと言えるのかもしれませんですね時刻は8時28分から29分7月18日木曜日の朝刊チェックスタートでーす来てよし見てよし肯定よし ようこそ天神橋筋商店街天禄さんこもりスタジオへ今日も元気にやってまいりましたがちょっと喉が意外がするかなぁ冷房のかけすぎかなぁあのー、喉痛めてる人が結構いらっしゃるようなのでまあ私もアルコール消毒に勤しんでおりますが昨日この天禄天小森スタジオに気象学者の方 来られましていろいろと、まあ、お約束してたんでお話をしてででちょいと一杯のつもりで飲んではしごはしませんでしたその後ちょっと仕事がありましたんであの楽しく串揚げを串カツをいただいたんですけどで、まあ、ずっと見ていただいてましてね「コモさんすごいですね」と千日を超えて今日で何日ですか1021日ですかね、えー、言って言っていただいたんですが。 まあどうなんですか、まあ、逆に気象学者の方に気象学者の人が毎日100へ行って温度と湿度を調べてくるわけじゃないんでしょうけれどやっぱり観測っていうのはやっぱ毎日定期的にやるからこそ観測に意味があるわけなのでそういう意味で言うとちょっとまあかっこよく聞こえるかもしれませんが休館日もなくニュースをチェックし続けるっていうのは気象学における 観測と同じようなことなのかなと思っているので、まあ、まあ全然別に自分にとって苦になっていることではないですよと、まあまあ、あれやこれや言われるとムカついた、ムカついたその地球の気象がやっぱりまあ大きく今、変わっていると。 まあざっくりだし、ちょっとその後飲んでしまったんで、きっちりとした話をお伝えできないんですが、えまあ今日からももう大阪で34度、35度っていうのがずらっと並んでます。もう梅雨が明けるという発表がまもなくあるんでしょう。なんですけど、えっと、おそらくこの2023年とか24年とかっていうこのあたりが、その長い歴史の中で、あのタイミングでやっぱり、 地球の気候が変わったなっていうことになるような気がするっていうようなお話をそんなめちゃくちゃ大事な話を天禄のこの商店街を串カツ屋へ向かって歩きながら話してたんですけど「ああそうですか」と「なるほどね」言ってねでその大きな全体の傾向っていうのはありますやんか。 あの地球のまあそれは温暖化であったりなんとかっていうそういうねその大きなトレンドっていうの話があってでまあ放送局の話にもなりまして昨日実は毎日放送私がお世話になりましたまあ社員であったのは15年弱なんですが38歳までお世話になりましてまあその後もずっとラジオやテレビ出させてもらってた MBS でありますがその今の 社長が同期なんですね。昭和60年入社で、まあ、ホールディングスっていうその持ち株会社と、えー、テレビ会社と、で、ラジオ会社と、まあ他の関連会社いろいろあるんですけども、私の同期は、虫、えー、焼きっていうのがテレビ社の社長でありまして、で、彼がまあ東大で、でありまして、もしく高山っていうのがおりまして、これがホールディングスの社長に後からなりまして、これが兄弟のやつでして、まあ、 俺らの同期20人の中で社長になるんやったらお前らよなって言ってたら、まあほんまに <laughs>、ほんまに30年何年経って、えー、そいつらが社長になりましたんで、うん、まあ私はもう同期の結婚式の司会は全部しておりますから、えー、個人的にももちろん親しくしているんですが、まあ、 あの、せやねんの事故の話とか、まあ、視聴率の話とか、昨日の会見ではいろいろ言っておりました。そして、浜村さんが終わったラジオ社、これは、あ我々原源と呼んでおりますが、えー、原君という後輩の子があ、今度は新しく社長になりまして、で、まあ彼は僕が、 えー、横山ノックさんと一緒にソレユキをやってた時のディレクターでしたんで、えー、私が横山ノッポとノックさんのお弟子のノッポというふうにいやあんまり言ってなかったですけども名前だけいただきましたけどまあまあそんな時に窮を振ってたコーラなんで、えー、まあまあそれぞれ。 あの放送局の今のこの現状の中でですね、えー、頑張ってやっているということはあの会見の短い記事を読んでも分かりますし、えー、業界が大変だというのはもう重々分かっておりますがまあねあの親しい人間が頑張るって言ってるんで頑張り合ってまあ思うわけですよそれはまあ当然の話ですわねただやはり、えー、離れてるからこそ余計見えるのかもしれませんが放送局というものが 免許制度に局の免許というものにもう寡占ですよねもう独占と言ってもいいかもしれません、えー、局の免許に守られあるいはがんじがらめにされ両方の側面があるんですけど数少ない免許を持っている放送会社があやってきたビジネスモデルというのが大きなトレンドで言うともうそれは もう20年ぐらい前から僕言ってたんですけどね、えー、もう終わってるんですよということです、えー、ここの番組がこれがヒットしたとか何とかとかっていう話とか細かいことのオペレーションの問題はもちろんあるんですけどそれはもう要は全体的な地球の気候が温暖化しているとかっていうのと同じようなことなので,でそのお ターンするところはもう何十年も前にそれが起きているので、まあ、インターネットが広がっていくとか、まあ、そういった話ですよねその段階で決まっていることがもう今更ひっくり返されへんわっていうところまで来てしまっているんですよっていうことはなかなか中にいると分かれへんのでしょうけれど外から見てたら分かるわなということなんで えー、まあまあ同期ですから、まあ MBS のお金で、あの、食事でも誘ってもらえたら、私も、あの、行かせてもらえます。え、まあ、別に僕が、僕が怒っても構いませんけど、えー、そんな思って、まあ会見を見ておりました。で、なんでまあこの話をしたかというと、まあごめんなさい、もうと私の同期の話はどうでもいいんですけど、毎日新聞、毎毎毎日毎日、あれ、牛乳か、えー、毎日新聞が、富山県内の、 配達を9月でやめるっていうのが出てまして NHK も報じておりましたひょっとすると毎日新聞はもう昨日の紙面でそれを紹介してたのかなだからちょっと今日の紙面にはの見かけなかったんですが他紙は出ておりました東京新聞の値上げとかっていうようなところに、えー、毎日新聞が富山県内における配達大阪本社 大阪で印刷したやつをトラックで運んで富山県内で配達をしてたんですけれどえーっとシェアでいうとまあもちろん地元の新聞があるんですがえっと全国紙の中でも産経新聞が普及率0.1やったかな毎日新聞が0.2やったと思うんですがもともと富山県っていうのは新聞の購読率でいうと 他県に比べて確か高い方だったと思うんです私の記憶に間違いがなければだから新聞読むっていう人はまあまあ年寄りが多いっていうとこともあるんでしょうけど、えー、その,とあの富山県ですねでまあ昔の国鉄の赤字路線じゃないですが100円の営業収入を得るのに何千円も引っ越すとかかかってますだから赤字ですっていうそういうことから考えると まあ一部、駅売り160円で売ってるようなもんを、月決め4000円ほどで売ってるようなもんを、大阪からトラックに乗せて、そんなに業ょさん運ぶわけでもないのに、富山の人に届けると。しかも、まあ、言ったって、臨天気回してるのは、もう夜の割に早い時間帯ですから、締め切りで言うと、8時やそこらのもので、野球の結果も途中までしか乗ってへんという紙面を運んだとて、 赤字続くんで初めて毎日新聞として富山県での配達をやめますと支局は起きますと全国紙としての富山支局だってまあ言ったら能登半島はまあ石川県ですけど地震のことの関連の取材もあるわけですし、えー、富山のニュースを取材することはするけれどしかし それが全国紙の毎日新聞に載って大阪本社版で印刷して富山の人に届けるということはもう9月でやめますということを発表したんです。でこれはどういう意味を持つのかっていうと全国紙として取材しますとは言ってますが今もう支局はどこももう本当にギリギリで。 でもう例えばあ中国地方で言うと本当なら鳥取の話は鳥取の話島根の話は島根の話岡山の話は岡山の話ってそういうのはあかんのだけどそれではもう紙面作られへんので結局広島で作ったやつを中国地方のって言ってやるんで鳥取と広島何百キロ離れてんねんっていう話なんでもうその要は県,県単位の。 取材とかっていうのはもう今全国紙にできなくなってて、まあ、産経新聞なんかもっと大変だと思いますしえじゃあいや読売はまだ600万部ぐらい、えー、出してるから、まあ、まだ大丈夫かっていうと、まあ、そこをさらっていこうとしてるんでしょうけど、まあ、もうこれ終わりですわ勇、まあ、刊、まあ、もうなくなるでしょうしなくなってる新聞もたくさんありますし毎日新聞がも申し訳ないですけどねもう,もう潰れはりますって えーあのーまあ、銀行で潰れるって言ったら取り付け騒ぎになって大騒ぎになるかもしれませんがもう要は毎日新聞という全国新聞がもう全国に届けられませんということを言ったわけで富山というまだ高読率の高いところで、えーあのーまあ、毎日新聞の高読率は0.2%だったと思いますけども低いんですが全体として新聞を取ることに抵抗のない件でこれなんですから、えー、おそらく 近々、この半年、1年の間に、えー、何件もやめます、何件もやめますっていうのが、まあ、多分ずらずらと出てくるでしょうね、経営判断としたら、絶対そうですよね、えーあの、全国の配達を維持すると、維持でも維持するんだっていうか、やっぱりもうあの赤字のところは切っていきましょうってするからなんでもう今ここで富山の一血穴が一つ開いたんで、まあ、毎日新聞は。うん 他の県ででもやめていくんでしょうでそれがやっぱりブランドとしての毎日新聞が全国紙ではもうないんだと全国紙だと彼らは言い張りますけれども言い募るでしょうがまあもうダメですっていうことになりますわね。 でまあ、アメリカなんかもっと狭いところで本当、その町村の単位であのローカル市があったりとかして全国市なんて USA Today ぐらいしかない、まあ、ニューヨーク・タイムズであったりワシントン・ポストであったりこんなんも要はローカル市であるという前提のところだったんですがもう今、紙の新聞なんて、まあ、ちょっと宅配制度がないというのはありますけどもな,ないですからもうそれはもう何十年も前からそうな,んなってきてるんで。 私のこの大好きな長官チェックなんですけどえ長官全部買ってきたってもう西脇さん言えなくなるよねとえ全部って言ったらもう結局一紙か二紙になってしまったねっていうそういう時代は来ておりますなうーん残念なんですけどその流れは変えられないと私は思っております 8時42分で、まあ、そんな新聞の中で何かせっかく今日はいろいろ買ってきたんで何ぞないかなと思って見ておりましたら、えー「産経新聞経済面」「六本木のそばに住んでおりましてアマンドという待ち合わせに使ったことある方ございますか?」 東京六本木交差点の待ち合わせ場所として親しまれてまいりました、老舗の喫茶店アマンド。リニューアルオープンしたんだそうです。潰れたんじゃなくて、昨日。あ、そうですか。アマンドの開店は東海道新幹線開通の昭和39年、1964年のことでございます。ええー、60周年を迎えたことを記念しました。コンセプトはオールドニュー。 <laughs> 分かったような分からないようなんですが古くて新しいんだそうですちょっとあのピンク色のねお店ピンクと白のパラソル型のなんかそんなところでしたよねえーえーこれまで1階にお菓子の販売コーナーと14席の客席がありましたが客席を2階だけにしまして1階はお菓子を売るだけということですね六本木 アフターパフェ800円安いな東京でパフェ800円やったら安いんちゃいますのねえん昭和21年に新橋で開業いたしましたん昭和39年開店六本木店平成のバブル期には待ち合わせの時 あるいはお酒を飲んだ後でアマンドのケーキとコーヒーを楽しむというのが人気の過ごし方になったで、まあ、こんなことを産経新聞が書いてるということは当時を知っている読者だと思ってるということですからねあの最,近の最近の若い子がこの記事にはピクンと来ないですからねもう,もうこの時点で新聞がオールドメディアになっているということがわかるわけですねあと 読売新聞と産経新聞には石破さんの記事が出ておりました。ちょっと政治の話に移っていきますね。はい。ラジオ番組をはしごしたそうでございまして、えー、っと、石破さんの話、はい、ありました、ありました。あ、まあ、その、その横のね、こう <laughs> 昭和歌謡のすべて、ね、永遠の名曲が たっぷりあなたも大満足の集大成っていう CD セット、えー、2万6400円っていうのが出ておりますからもう本当にそういうメディアなわけですね、えー、普通のおじさんに戻りたい自民党の石破元幹事長がラジオ日本ラジオ日本の番組で出馬に必要な推薦人が20人います その確保20人仲間を集めるのがすんごい大変って言ってましたすっごい大変ですでも次の総裁選挙に出馬表明するとしたらやっぱり地元でしょうねと鳥取で長いことやってきた一緒にやってきた人と話をしてそこで出馬を表明しますというのでまああのー、後ろから頭を打つようなことは言わへんって言って,言ってましたが選挙で負けて 補欠選挙でも負けて、まあ、もう行ってもいいだろうという話なんでしょうね、ええ、自民党が求心力を低下,させている低下している現状を踏まえ、次期総裁選挙について、今までで一番大事だ、<laughs> 今まで,でも何遍も出て落ちてはるんですが、あるいは出られなかったりしてるんですが、うん、あんな考え方、こんな考え方があるというのを見てもらうことが大事だ。はい あんなこといいな、できたらいいな、こんなこといいな、できたらいいなと、ドラえもんに教えてもらうんでしょうか。うん。で、ちょうど昨日7月17日が、石破さんがファンでした、キャンディーズの解散宣言をした日、普通の女の子に戻りたいと言った、あの日でありました。キャンディーズには及びもつかないが、キャンディーズには、 お呼びもつかないが、普通のおじさんに戻りたい、戻りたいみたいにいつも思っている、<laughs> まあまあ、話の流れだったんでしょうけどね、話の流れではあったんだと思うんですが、石破さん、もうなら政治家辞めて普通のおじさんとして、あの鳥取でのんびり暮らしてください。 大好きな鉄道を見ながらですね、まだ今だったら、キハ47とか走っておりますんで、河川のない県庁所在地の駅でございますんで、えー、鉄道でも追いかけておいていただければいいのかなというふうに思います。そして、毎日新聞には、上下の芸となっておりますが、泉房穂さん、最近ちょっと、あの <laughs>、 政治番組でも、極わもの扱いされてしまってますしで、サンデージャポンとかの扱いなんてね、もう本当に、まあ、もうひどいからかわれ方でありますが、えー、親への応援は自分にも恩恵という、暮らしナビの記事にあの、さすがに真面目な顔をした写真で出ております。 少子化への処方箋を見出せないまま一人の女性が生涯に産む子どもの数いわゆる合計特殊出生率1.20東京では0.99となりました明石市長時代に出生率を1.70に回復させました泉房穂さん岸田総理が打ち出そうとする政策どう目に映っているでしょうか少子化対策への糸口も聞きましたとまず予算が少なすぎということと町が育てるんだということと 分断を生むなとということ私が明石市であったことを国がやればいい。心がけたのは若い市民だけではなく高齢者にも障害者にも犯罪被害者にも犯罪者にも等しくちゃんと取り組むこと。すべての子どもたちを町のみんなで応援すれば町のみんなが幸せになるんだと。子どもを応援するのはその親のためではなく私たちのためでもあるんだ。そういう哲学が大事なんだと。分断を生んではならないのだということを 書いてあります。で,なんでまあこれをご紹介したかと言いますと、えー、先日の「そこまで行っていいんかい」で石丸さんをまあみんなでフルボッコにしたという「えー、少子化対策どうすんねん」って言ったら結局、えー、一夫多妻制やってなことを言い出して「おいおい」となったとされるうー石丸さんですね。 でまあ、石丸さんの大ファンの皆さんももちろんコメントしてきはりますし、まあ、そうでなくても「コモさんあんまり石丸さんのことを取り上げませんねと」と、うん「もっと話してください」という、まあ、そういうご要望もコメント欄に書かれたりしております、まあ、基本私人の指図は受けませんので自分がしゃべりたいと思ったらしゃべりますし、えー、人がしゃべれって言ったら逆に天の弱で維持でもしゃべるかいと思ってしまうタイプなんですが。 えー、あんまり触れてきていません。それはなぜかというと、えー、まあ秋高田市長時代全部の切り抜き動画を見てるわけじゃないですが、まあ、その頃から話の噛み合わない人だというふうに思って、えー、しばしばそのように言ってまいりましたもう話が全然噛み合わないんですまあまあ向こうもそうだと思っているでしょうがこっちもまあもう噛み合わないなと 思っていてい、えー、ましてまあ政治家ですから政治の話をする上であの立場意見は違うけどだから吉村知事の言うことは分かるけどいやそうじゃないだろうっていうそういうことこれは、まあ、あのまあある意味話噛み合ってるというか同じことを 考えて話をこっちから見るかあっちから見るかっていう話なんですが石丸さんの場合は話噛み合わないなと思っててでまあ秋田方市長を辞めて東京都知事選挙に出るだろうというところからまあ結果としてはあの僕が思ってた以上に票を取り張りましたけど基本話の噛み合わない人だと思っているんで今まあ今、まあ、あえてこのことを何度も繰り返して言ってますが。 えー、私の尊敬するラジオパーソナリティの小山典子さんから何度かお話ししてますが「おもんない映画とか舞台の話は何がおもんないとか言わなくて喋れへんかったらええねん」というふうに教えられました。 まあまあお金出して見に行ってでおもんなかったらこんなところがおもんないっていうことをまあマウントを取ってしゃべりたくなる癖っていうのはまあ人間誰しもあるのかもしれませんがノコさんはその辺偉くてまあ試写会で見てはったのか金払って見てはったのかは知りませんがおもんないと思ったんやったらそれはもう紹介せえへんかったらええねんとまあずっとそ,れをその教えができてるわけじゃないんですが、まあ、要はもう この人と話しても政治の話をしててもお話かみ合わないんで,で噛み合わない人のなぜかみ合わないのかっていう話をしたってしゃあないとだから僕はあまり石丸さんのことを取り上げてこなかったんですねでま取り上げた方がそれはあの賛成派アンチ派 両方含めて盛り上がってコメント欄もいっぱいついてそれは再生回数は伸びるのかもしれませんがそん、まあ、今,今テレビ今はテレビはそれをやってますよね7月7日以降、えー、その噛み合わない話を延々やってそれでクリック数と、えー、視聴率を稼いで張るんだと思いますがもうほ本当にまあそ,れをそれも読んでますけど不毛だなと思ってだからまあ取り上げていませんでしたただ まあどっかでやっぱり、やっぱね、言うても2位と3位で、3位ではなく2位へ行ったっていうところなんで、まあ、まあ総括できるほど考えてるわけじゃないんですけど、ちょっといろいろ気になる記事がありまして、今日はその話を珍しくいたします。昨日の夕方に配信されてました、集英社オンライン、暴走する石丸信者の横暴、対立議員の住所を晒し、深夜に死ねと電話。 頭髪が薄い議員の自宅に育毛罪被害議員は8月に石丸の映画が公開されたらさらにひどくなるのではこれには石丸派からもやりすぎの声長い長い見出しやな長い見出しやな暴走する石丸信者の横暴対立議員の住所を探し深夜に死ねと電話頭髪が薄い議員の自宅に育毛罪 被害議員は8月に石丸の映画が公開されたらさらにひどくなるのではこれには石丸派からもやりすぎの声であの女性議員恫喝されたって言ったけどそれは事実はなかったと結局判決確定しましたよねでまあ本会議中に眠りしてたで恥を知れと言われた人実はまあ病気でで診断書出したらそれをシュレッダーにかけられ で胃の持病が悪化して今年1月に亡くなってたというような話も出てきています。でもまあそんなことは石丸さん好きな人らからしたら何言ってんねんっていうことですしアンチ石丸からしたら何なんだっていう話になってるわけですね。でまあまあ僕はまあほんまにそれを不毛な話だなあと思って見ておりました。ただ え秋高田方氏でほとんどの議員がネットでの誹謗中傷やいたずら電話など何らかの嫌がらせを受けているでしょうねと、うん、唯一の対処法は石丸がいくらツイートしようが無視すること嫌がらせに対してもとにかく無視すること反応するとこちらも巻き込まれて火だるまになるだけだからうんそうですかついつい僕反応してしまうんですけど えー、やっぱり無視することですか。もうブロック、黙ってブロックし,していきましょうかね。うん。実は、石丸前市長、就任当初は古株の市議会議員らと飲みに行ったりもしてたそうです。いや、僕も二次会ご一緒します、みたいになったんですって。うん この集英社オンライン、もう徹底的に石丸さんの悪口を書いております。石丸はとにかく質問に質問を被せて相手の上げ足を取り続けるわけなので議論にならない。しかもそれが再生数を稼ぐ。YouTuber たちが議会動画の切り取りを、切り張りを続ける。どんどん議会の方がアホだとか老害みたいなイメージになっていきました。ドキュメンタリー映画、つぶやき市長と議会の起きて劇場版。う この映画が新たな誹謗中傷を呼び起こしました。また8月に映画ができるそうですからね。名指しされた市議会議員たち、また、よ,よりデフォルメされますからね、えーえー。そんな電話がかかってくる人、どちら様って尋ねて名乗らなかったらガチャンと切るんだそうです。あそうですか。まあまあ。まあ、そ,そういう要は、えー、アンチ・石丸。い でまあ若い人らからしたらそれこそが老害だっていう立場に立った記事が一つありました。もう一つ、えー、レクーっていうんですかね、が運営する Z 世代に特化したクイックリサーチサービス、サークルアップが東京都知事選挙に対する若者の関心度、石丸真実の好感度をテーマに調査・リポートを発表いたしました。 7月の11日、サークルアップに登録する大学1年生から4年生200人を対象にネットで調査をしたということでしょう。今回の都知事選挙で政治に興味が湧きましたかという質問を大学1年生から4年生にしました。7割がとても興味が湧いた、やや興味が湧いたと回答しました。その内訳はわかりませんが。 つまりポジティブに興味がが湧いたたとする人が7割でしたその理由日本をより良くするリーダーが新たに生まれるかもしれないということに非常に感銘を受けた候補者が多く変な人もいたことで投票しなければと思った候補者が YouTube や Twitter などで積極的に選挙活動をしていて候補者それぞれの公約が把握しやすかったという意見があったんだそうです。 まあ大学1年生から4年生ですから今回の選挙が初めて投票に行ったという人も多いですよねうんで逆に興味が湧かなかった大学生支持者同士の争いや奇抜な候補者をたくさん目にしてもう疲れてしまいましたまあ多分小池合子を勝つと思ってましたし、まあ、結果勝ちましたし他、かは松候補ほとんどだったしね というか生活してて政治がどのように暮らしに結びつくのか生かされるのかよう分かりませんからそんな意見だったそうですで、えー、と石丸真二さんについて若い人たちがどう思っているかさっきの「集英社オンライン」はもうジジイババア目線で石丸という人を叩いている記事でありますそのの信者の 傍若無人さにスポットを当てたものですね石丸慎二さんに対して大学1年生から4年生に聞きました選挙後の印象について大学生の27%がポジティブに変わったそして18%はネガティブに変わったと答えています55%は変わらないとしました、まあ、ネガティブな印象を じじいうの側テレ,ビへの質問テレビからの質問に対して厳しいことを言って話噛み合えへんかったみたいなことをネガティブに捉えているでもポジティブに変わったという人の方が27%で実はネガティブにスポットを当てようとするとほらやっぱり若い子らもって言うけれど。 それよりポジティブに変わったという人が多いので新しいリーダーが生まれてきたというイメージを若い子に植え付けたのは事実なんでしょうね好印象だと評価した大学生その理由についてネットをフル活用している現代人に近いイメージの政治家であると古いいわゆる政治家ではないというイメージを植え付けました 寝ている議員に注意したりとか正当性のあることを言ったりしているから若者の選挙投票率が低い今だからこそ若者が選挙に興味を持てるきっかけを与えてくれたと思うそんなことがポジティブに捉える人の意見なんだそうです一方評価しないと回答した大学生質疑応答などが変な人に感じてしまうああ元乃木坂46の山崎怜奈さんに対して鼻で笑うような態度が見られた ああそうか山崎レ奈推しやから逆にアンチ、えー、っていうことですか石丸とうん選挙活動する姿には尊敬しましたが当選後のインタビューの様子から考え方が難しすぎるところがあると感じたというようなまあ集英社オンラインの記事とは全くまあ違うスタンスで若い側石丸さんを応援している人たちの側からの 意見が出ておりましたでまあ私の中では基本の話の神様にしたいなというのはいまだに持っているんですがまあもちろん違う側面があればそこで私自身の考えを変えることに抵抗は何もないんですけどスポニチアネックスが「スポーツ新聞としてのインタビューは初めて!」という気合いの入った記事を出しております。 石丸公文に思うこと選挙特番でのか,まいかみ合わないやり取りをあれで笑っている人は議論ができないという見出しでスポーツ新聞として初めてインタビューができたのだと菊池記者小田切記者菊池一さんと読むんですかね男女の記者この人たちが年寄りなのか若い人なのかちょっと分かりませんが 41歳石丸慎二さんにスポーツ日本新聞がスポーツ紙として初めてインタビューができたと自慢をしております。一体どんな人生を歩んできたのかと。でまあ、実は記事そんなに長くなくて、全部読んでしまうと問題があるんですけど、一体何聞いてんねんと思うようなしょうもない記事でして、<laughs> はっきり言いまして。えまあ、定義を、定義が合わないとあかんのだということから、 例えば世界平和を論じるのに、平和とは何ぞやというものがないと議論が噛み合わないですよね。仕事や議論の上でも全体を揃えないと話にならない。あれを茶化しているのは良くない風潮だと思います。うん。どう定義するのか。数学的な考え方。大学で経済学を学びましたから、その定義ということを常に意識していると。うん。 社会やお金の動きは情報が膨大なのでモデル化して限定して議論するそこに定義が生まれるのだと。なるほど。え、えこれで終わりえ、これで終わりの記事ですかえ、<laughs> ちょっとですね <laughs>。え、これが定義が大事だっていうことを聞くだけのために菊池一記者と小田切葉月記者を行って。 これえ40秒間インタビューしたんですか 3, ?3 分ですか何分,何分やったんですかねあの一,体一体何を聞きに行きはったんですかねちょっとようわからないスポーツ紙として初めての記事を初めてのインタビューに応じてもらったというスポーツ日本新聞毎日新聞の系列ですが申し訳ございませんが富山県で配達をしなくなる。 っていうまあ、実務上そんなに問題はないはずなんでしょうけれどと並びましてスポーツ日本新聞が訳のわからないインタビュー記事を出しているというところに私ちょっとねえ戦慄が走っておりますが一体何の記事なんでしょうかでまあまた今日も長々となっておりますけども話噛み合えへんなというかこの姿勢 では、僕はまあ政治家には向いてないと思うのと、お世の中を混乱させるだけやなと思う発言をこれから聞いていただきます。だから、石丸真治たるものは一体何なのかと、維新たるものっていうことが、あ割に10年ぐらい前からテーマになってまして、まあ、最終的に僕は、維新なるものっていうのは金になるかどうかっていう、まあ、自民党とは違う形で、 金の匂いに、里いやつら、それが維新というものだとまあ僕は思ってるんですけど、えー、まあ自民党もそうなんですけど、もうまたちょっと経量が違うなと。えー、百田直樹、日本保守党が、日本保守党ががーっと盛り上がっていたときに、まあ、僕もちらっと見に行ったりはしたんですけど、あこれはちゃうなと思って、えー、あんまり取り合えなかったんですね、これも。 なぜかというと、百田直樹という人間が、まあ、屋敷隆治さんのあの純愛という馬鹿げた本を出したということで、私はまあ、もう大嫌いなんです。個人的に大嫌いなんですけど、それとは別に、何度も言ってるでしょ。あの人は政治団体の代表とかを言ってるけど、基本は放送作家として、放送番組を作るときに、テレビ番組を作るときに、その、 何十人か出てる会議の中で受ける話をするおっさんなんですよ。もうそ,そ,のもうそ,それにそこに自分の面白さがあると思ってるしまあそれがたまたま飛び火して何か飛びしぶって政治団体のことをやってますけども基本 テレビ屋さんのテレビを作るプロたちの集まる中でプロとプロが話をしている中でこのおっさんおもろいなって言うかどうか言われるかどうかがに価値を置いている人だと僕は判断しているのでだからあんまり政治の話とかの時に、えー、取り上げてこなかった日本の主側は来てるなとは思ったけど多分本質的には百田直樹っていうのはそういう人やからと思ってあんまり喋ってこなかったんですけど これはもあくまで僕の主観ですからね言うときますけどあなたの考えと違って全然当たり前なんですけどで石丸さんがこういうことを言ったんでその話の合わない石丸さんがまあいろんなことをこの間に言ってるんですけど選挙の後もこんな話でございますちょっとお聞きください4年後 僕が都知事選に出るってってななたら大本命じゃないですか普通に客観的に言ってんですよ。って考えたら、どのメディアも取材したい、ただ、ね、いや日テレはそういう態度をとってたんで、絶対に取材受けませんから、一番最初の宣言する。俺は困るでしょ、日テレ。どうします、その時の偉い人。スポンサーからも怒られますよ。今回のスポンサー、どこついてたか知らないですけど、時間帯。 日、日テレ、まあどこじゃあもう一個あるましょ TBS にしようか。TBS の取材。まあ、一切受けません。ね。あの、開票速報の後のリレーのインタビューも入れません。告示前も告示後も。一切シャットアウトです。ったら。もうびっくりでしょ、今から。考えてなかったでしょ、おそらく、日テレの方。考えてましたん,んテレ朝でもいいですよ、テレ朝。あの、1時間20分のインタビューをアップしないんであれば、もう二度と取材受けません。金臨罪です。 4年後も、こら困った。ものすごいカウンターが来るでしょ。で、そのカウンターを予見してないっていうのが油断なんですよ。おごりなんですよ。だって4年後にまた掘り起こされるんですよ。自分たちの恥ずかしい部分が。で、みっともないミリアがいましたって言って、連れ仕上げられる。これが戦略ですよ。自分の立場が強いか弱いか、どこに置かれてるのか、常に意識して、 動くっていうのはこういうことなんですよ。あまりに無邪気すぎますよ。マスメディア。うん。メディアとして襟を正さないと自滅するだけですこれあの、潰したいから言ってるんじゃないですよ。そういうことをやってるから国民の意識はだだ下がりだっていう。これ2回目ですね、言う。国民の意識が変わらない限り政治なんて立て直せないんですよ。政治家ね、誰かが頑張る話じゃなくて、国民が頑張る話なんです。政治再建ってのは。で、そのために、どうしてもマスメディアの雰囲気が必要なんですよ。 これももう編集されてるんで、石丸ファンからしたら、めっちゃええこと言ってるってなるんだろうなっていう部分はわかります。特に後半のところですね。今の後半のところは石丸ファンからしたら、たまらない、萌えっとなる、そんなところですよね。で、いや別にその、 記者クラブがどうだとか、報道の自由だとか、なんかジャーナリズム論とかで話、まあまあすることもできるんでしょうけれど、自分が取材に応じないって言ったらどうなるかという例え話をしてるわけですね。じゃあまあ、つまりまあいいんですよ。だから本命になって次小池さんが出なくて、 石丸さんが当選するというシナリオももちろん書けますよね。それはそれで別にいいんですけど。で、そしたら、えっ、ー、と、日テレは、TBS は、テレ朝は一切取材できないんですね。だから、都庁記者クラブに入ってたとしてもお、それは取材はさせないということですね。 つまり自分が認める、自分が OK というメディア以外には話をしないということですね。困りますよって、まあまあ、どっちが困るのかっていうと、まあ、困るか困れへんかみたいな、その土俵でいうと、そら石丸さん,あんたも、あんたも困るでっていうことですし。 あのメディアの側とか取材のやり方とか質問の内容に問題なしだとかそんなことを言ってるわけじゃないんですけどただこの人ほんまに要は茶化してええなんて言ったんでしたっけえ茶化してじゃなくてからかってやったでしょ違いましたな,な,ん,かなんか言いましたよねこの間ねええ要はそれなんです,ねですね戦略やとかなんとか言ってますが後付けの理由で え僕が台風の時にトライアスロンに行ったのはそれはもう計算ですよとかまあ後からまあ言ってたこととかに代表されるように後付けでそういうまあファンにとってはたまらないことを言うその,その文法は多分できてるんですね石丸公文と言われるものの問題じゃなくって。 えー、こんなふうに言ったら受ける人には受けてでさっき見たように若い人らはこれまで、まあ、免疫がなかったっていうこともそうでしょうし、えー、なんとなくイライラとした老害たちっていうもののイメージがあってでしかもまあそういう人らが新聞を読んでるわけですけど新聞読んでるのはもうそういうじじばばしか読んでないわけですけどそれ以外のメディアで。 新聞の大事さも読みはしませんけど、それは若い頃だったって分かってるはずなんで、でももう、うっとしいなと思ってるところに、ネットを中心に、あるいはリアルで会える、会いに,会いに行けるアイドルとしてですね、外、えー、旋者が来てたと。まあまあ、そこはそれで。 あのまあ、彼の戦略なのか、選挙参謀の戦略なのか知らないですが、まあ、成功はして、蓮舫さんを超えて2位にはなりました。ただ、別に僕がメディアの側にいた人間だからというんではなくて、こんなふうにあの、えー、からかう人で話にならないっていう人。 まあこれはもうでも僕のほんまに主観ですからあ,のあなたがどう思うかとは別であなた、小森さんそれは間違ってますよって言われたって間違ってるとか間違ってないの話じゃなくて私がそう感じているっていう話なんで,であなたがどう考えてたって僕は関心がありませんのであなたがどう思ってるかなんて私には全く関心がありませんのでどうでもいいんですがあなたは私が思ってることに関心があるんでしょうけれどそれはもう日記に書いておいてくださいっていう話で。 僕に言われても困りますなんですがね。ああやっぱり話噛み合わんなと思ってます。ただまあまあまだ41でしたっけあの彼がここまでの人生で変わってきたように今後変わっていくのかもしれないので、えー、そこは見ていこうと思うしまあ少なくとも若い人を中心に ああ,いうああいう文法の人を支持する人がいるんだっていうことそれはまあ保守党の百田直樹さんらもそうだしまあそれはガーッと上がって逆にアンチになっていってっていうところを今我々は見てるわけですけど、えー、そこはまあ長官チェッカーとしては見てはいますけどね自分なりに見てはいますがまあ石丸さんについては、えー、まあ別にリクエストがあったからしゃべってるわけじゃないんですけどちょっとあのの世代差と。 でやっぱりこの人は話,話に噛み合わんなと思う発言が出てきてたんで、えー、でだから切り抜きがどうどとううかっていうと、まあ、そういう話でもないです、要は根っこのところがどういう、根っこのところが何なのかっていうところですね。 知事の話も,もう何回もしてますけどその一部の切り取ったところで何を欲しいと言ったかどういう言い方をしたかというところじゃなくて権力を欲しいままにしてやってるという根本のところが、えー、問題だということを言ってますし、えー、石丸さんは根っこのところで人からかってそれを楽しんでいるっていう部分なんで私の中にもあるんです。 私は前から言ってますが私、私の中に橋本徹はいますし、私の中に石丸真嗣はおるんですね。わかるんですよ。そう反応したくなるところは。で、まあ、彼らほど頭はよくはないんでしょうけど、えーうん、偏差値で言うと、彼らには負けるんでしょうけど、でも、 まあまあ、そこそこ分かりますそれは <laughs> 自,分で自分で言ってるんだから分かりますわそこ,そこそこああこ,こういうことで立ち回っていくんやなっていうのは分かるんですけど、まあ、それは僕は良くないななと思ってるんですぜかというと稲森和夫さんとかそういう人たちの生き様を見てるんで稲森さんは橋本さんのようなことを石丸さんのようなことを絶対言わないんで。 僕はそれを学ばせてもらったんで、はちゃうなと思ってるっていう話。でもう一つ、えー、すみません、9時17分、蓮舫さんの話なんですけどね、えー、とまだを引いてるんですよ、終わりませんって言って、朝日新聞の記者が、まあうん、政権べったりといえばもちろんそうなんですが、蓮舫さんを批判しました。 でそのツイートを、まあ、別に朝日新聞としてその記事を書いたわけではなく、朝日新聞とは、プロフィールには書いてないですが、政治部記者というので、えー、まあ社内では一つのエリートとは言えないけど、まあまあ、LINE に載ってるっていうことなんでしょうけど、まあ、叱られてで、ごめんなさいって急にキャゃくンとなってしまっているんですけど、ザ・レンホーさんという感じですね、支持してなくても評論するのは自由でしょうと。これはあの 連合の吉野さんの話を聞いてそれにかみついたのを見て言ってるんですねで。しかも共産べったりなんて事実じゃんなどと書いてね、えー、蓮舫さんが怒りました。朝日新聞にも多分抗議がいったんでしょう。朝日新聞の記者が怒られたんでしょう。これまでの私の投稿に不適切な表現がありました。ご指摘を受け止めて猛省すると,とともに関係する皆様に深くお詫びいたします。と謝罪。これに対し 蓮舫さん、これを引用しまして終わらせません終わらせませんと断言しました弁護士と相談しているところですと記者が在籍する新聞社僕、まあ、声かけ出してますが朝日新聞社への抗議と質問状を提出する方針を示しておりますそして昨日の夕方には夕日だ上を向いて歩こうね 夕焼けの空の画像に、夕日だ、上を向こう、ね、とポストしたそうです。この間からずっと言ってますけども、蓮舫さん、ほんまに休んだ方がいいですって、ちょっと今もう、う精神的にガタガタなってありますって、でそれはまあ僕の想像ですが、あの身内だと思ってた人からの攻撃がきっとあるんでしょうから、あのもう、 んんであだと思います吉村知事が一時本当にもう目が飛んでた時と同じように蓮舫さん別に僕はあなたは苦手な方なんで別にあのわざわざ親切にするつもりもないんですけどこんなこと言うからかのかなあの <laughs> も,うもうそなして噛みついたと思ったらそんな上を向いて歩こうねとかって言ってるっていうことはもうかなり精神的なバランスがおかしくなってるんで、まあ、まあ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 もう本当に。 休みな1021日間休んでへん私が言うんだから間違いないですあの。休んだ方がいいと思います。それはね。で、でも蓮舫さんの言ってることが間違いないっていう人たちもやっぱりいるんですよ。この朝日の記者がひどいと。いや、もちろん、えー、メディアの一つの役割は権力をチェックすることですから、それはね。で、それは朝日新聞的な論調もあれば、産経新聞的な論調もある中で。 それぞれがそれぞれの立場ででも権力をチェックするというのがジャーナリズムの一つの重要な仕事であるとそんなんで権力の側にべったりついてるやつはどうなんだという議論があんのは分かりますただこの蓮舫さんが僕はまあ今ちょっと病んでると思うんですけどその,その病んでるであろう蓮舫さんの怒りに乗っかってこの記者をあるいは朝日新聞を 避難している人たちがいる。僕そこにすごく違和感を持ってます。例えば一月漫才も出てはる佐藤明さん。僕はまああの小池百合子の学歴差しについては一月漫才と,まとにまあ、負けますけど、えー、何度も繰り返し取り上げておりますんで、そのことは大問題だと思ってますが、あえて大声で、えー、なんなんだっていうことは僕世の中をよく別にしてないと思うので、それこそ。 僕は公平中立なんていうことはクソくらいだと思ってますんでそんなことは全くここでやるつもりはないので自分の主観で違和感をしゃべってるだけですがえ彼らにとってはそれが公正中立で,で権力に対して吠えることは正義なんだと思ってらっしゃるんだと思うんですが佐藤明さんがこんなふうに書いてます朝日新聞はなぜこういう人間を政治記者にしておくのだろうか。 吉野智子連合会長は一言で言えば裏切り者それを問題視する蓮舫の視点はまともで蓮舫にイチャモンつける今野記者の言葉は悪意に満ちている少なくとも取材記者の意気を脱している政治取材の資格がないと書いてるんですねまああの 結構まあこの長官チェックと一月つき万冊はまあ向こうの方が圧倒的にあの見てる方多いですけどかぶってるところがあって私がこういうことを言うと小森さんがっかりしたって言われるんでしょうが政治取材の資格がないっていうのは権力のチェック者としてべったりっていうのがどうだっていうの言ってはることは分かるんですよ。ででも悪意に満ちちちてていいるっううことで言うと言佐藤明ささんんたたのの小池由里子さんたちへの 必要な追いかけ方とか言葉の投げかけ方っていうと悪意に満ちてましたよそれはええだからまあまあ赤旗が赤旗でえ公明政教新聞が政教新聞であるようなえ統一協会の世界日報がそうであるようなものはまあ別としてですよ公正中立だと言ってはるところで行くならば僕はもう十分 蓮舫さんを今回応援している佐藤明さんに代表されるような人らもう僕は十分悪意に満ちてると思うんでねええそれが身内の朝日新聞の中におったということが腹立つのは分かりますけどそれは分かりますけれど朝日はこんなに落ちぶれたもんやと言いたくなる気持ちは OB としては分かりますけどそれは悪意はどちらにもあると思いますよっていう話です僕から見たらね僕の違和感から見たら。 で一、まあ、記者が会社を代表して言うんじゃないところでそのぐらいのことを言ったことに本気でしゃかり気になって声を上げている蓮舫さんも休んだ方がいいと思いますよと思いますしそれを見てあんなやつを政治記者にしてるのはなんたことだ,だって <laughs> 叫んではる佐藤さんが佐藤明さんですがああ 今の記者の言葉は悪意に満ちてい,るいや十分ひとつき摩見てたら悪意に満ちた話皆さんされてますよアークタイムズ見てたらと僕は思うんですけどどうですか <laughs> また僕今地雷踏んでますかねおそらくまあ AM ラジオのリスナーさんの一つの大きな塊として自分に正義があって自分は善良な人間でややリベラルだと思って。 春う自分で思ってる春よりももっと左に会う人がで a i m ラジオのリスナーさんというのがいてはってまあみんな僕も見る影もないほど年取ってますがそういう人も見る影がな,いなくなっていってるんでしょうけどでこういう人だから僕がしばしば言われるのは小森さんがっかりしたって言われるんですよね。そんんな人やと思いませんでしたって だからその蓮舫さんのことを悪く言ったりそれを守ろうとしている佐藤明さんのことを「いやあんたも悪意に満ちてますよ」って言うと多分僕はがっかりしたって言われるんですけどそれは分かってるんですけどももう胸を張ってがっかりしたって僕は言われますいやおかしいですもん僕の違和感からしたらね僕の違和感ですよあくまでだからまあ 兵庫県の知事の話にもう一回戻りますけどそ公正中立なんていうようなことは多分もう全然パワハラしてへんって言ってるんですから佐藤あ斉藤さんは斉藤知事はパワハラしてないって言うんですからたたいたとしても何したとしてもあれはあの適正なあ指導の範囲ですって言ってるんですからもう本当に、えー、何,何をもって公正で中立で正義なのかなんてそんなもう本当人によって全然違うんで。 客観的昨日も誰か書いてました客観的にしゃべってくださいっていや客観的にしゃべってくださいっていうあなたの言ってるのはあなたの主観に合うたことを言ってくれっていう話であって僕に客観性を求められても僕は客観性なんてクソくらいだと思ってますんで、えー、私の主観を私の違和感をしゃべってるだけであってであなたが客観性もっと客観的に小森しゃべろって言ってることは えー、あなたの主観あなたの気持ちのええことをしゃべってねコモさんっていう話なんでそんなことするかいやと俺は俺の違和感をしゃべるっていう話なんですけど分かっていただけますかねなんか世の中があまりにも混乱してるんで自分も興奮してしまってるんですけどはいなので <laughs> いや違って全然構わへんのですよはい。 あ,れいこさんありがとうございます。私が思ったことを言います。違うことは違うなと思っていただいて、全く結構ですし、そうは言うけど、そういった部分もあるなと思っていただければいいですし、なそんだもんね、うん、合体ローじゃないんですから、全部合うはずないですからね、<laughs> そんなもんね。<laughs> え,え,へえ、マジンガー Z とかじゃないんですから、そんなもん、ええ、エヴァンゲリオンじゃないんですから、そんなもんぴ、ぴっちりぴったりはなの重ならないんで。 それはそうやなと思って、まあ、みんなでワイワイできたらええなと思っとるんですが、はいえー、昨日から今日にかけて出ておりました記事そして新聞を読んで、えー、思いましたうん「ほたら、えー、今日はこのあと香川へ参りまして、えー、午後学童保育の 撮影をし、明日の朝は愛媛県になりますね。四国中央市川野江からお届けをすることになっております。なお本日のあの、えー、発売の週刊文春でございますが、えー、斉藤知事の記事もそうなんですけど、メイクアウィッシュジャパンの大野久子さんという方、この方のインタビュー記事が出ております。 難病の子供たちの夢のお手伝いをするというメイクアウィッシュジャパンメイクアウィッシュオブジャパンをずっとやってこられました大野久子さん、えー、この方も今、えー、病気と戦ってはりまして、えー、その講演の様子などがですね、えー、記事書かれておりました若い記者で僕も名刺交換させていただいたんですけど、えー、結構長文の記事が出ておりますでその後 その取材のあと、僕が対談をしておりますんで、大、えー、野さんの病状も心配なところではあるんですが、まあ、あの気丈にされてはいましたけど、ぜひあの見てください。こうさんのチャンネルに、メイクアウト・ウィッシオブ・ジャパンのですね、対談、大野久子さんとの対談がありますので、30分余りでございます。週刊文春の記事とともに聞いていただければというふうに思います。 では、行ってまいりますんで、また明日でございます。ひょっとしたらまたどっかからあ配信をするかもしれません、えー。ちなみに贅沢ブルーベリースの笠間の電話番号はこちらでございます。9時を回っておりますので、電話の受付始まっております。今月のキャンペーンは小さいステッカーと、それからイオンウォーターのスティックをプレゼントさせていただいております。合言葉は、コモさん天神。 というふうに言ってください0120-780-337番贅沢ブルーベリー酢の笠間の提供でお送りしてまいりました朝刊チェックではまた明日インジャンをしてお別れすることにいたしましょう参りますまた明日インジャンパーでは行ってまいります今日も暑いですよ水分補給しっかりしてくださいね